シュナイダーハン・ボルフガング・シュナイダーハンは、ドイツの軍人。2002年6月27日から2009年11月まで、第14代連邦軍総監を務めた。1966年4月、ドイツ連邦軍陸軍に、士官候補生として入営し、総甲部隊に配属される。1968年10月に少位に任官し、1971年4月に、中位に昇進。 1972年から1974年まで第10総合師団で広報官を務める。1974年4月に大位に昇進。1974年から1977年まで第293総合大隊で中隊長。1977年から1979年、ハンブルクの連邦軍統水学校で学び。 卒業後の1979年10月に少佐に昇進。1981年まで参謀局情報部参事。1981年、第55国土防衛大隊大隊長に就任。1982年10月、中佐に昇進。1983年、オランダにある北大西洋条約機構中央軍司令部に移動。百八十六年、 第553総工大隊長。1988年より1990年まで第4総工師団参謀長。その間1989年に大佐に昇進。1990年、モンスにあるナトを司令部に移動し、軍縮部に属する。1992年、連邦軍大学で、東水家庭陸軍課長。1994年、エアフルトの 第39総工旅団長に転じ、ドイツ再統一後の事務に当たった。1996年10月に巡将に昇進。1997年から1999年まで国防省部隊統帥参謀局連邦軍計画部長。1999年4月、省省に昇進し、参謀局国防政策統帥部長。2000年7月、 中条に昇進し国防省計画部長に転じる。2002年7月1日、ルドルフ・シャーピング国防省より第14代連邦軍総監に任命され、同時に対象に昇進。前任者、ハラルド・クヤートが NATO 軍事委員会議長に転出したことを受けての人事であった。クヤートは国防省計画部長の前任者でもあった。在任中に、 ドイツ連邦軍の定年が2度延長されたことにより、シュナイダー班の在任期間は7年を超え、ドイツ連邦軍史上最長の総監在任となった。定年の2010年7月31日まで総監職に泊まる予定であったが、ドイツ連邦軍が駐留先のアフガニスタンで引き起こした誤爆事件とそれについてのドイツ連邦議会への虚偽報告の責任を取り、2009年12月に、 総監を辞任し早期退役した。ドイツ連邦共和国功労勲章、一等功労勲章、ドイツ連邦軍名誉勲章、金明、アメリカ合衆国レジオン・オブ・メリット勲章、レジオンド・ドヌール勲章など、内外の叙勲多数。2009年4月には、ホルスト・ケーラー大統領より、ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字章を授与された。 2017年4月より、ドイツ戦争墓地維持国民同盟総裁を務めている。同盟のバイオリニストボルフガング・シュナイダーハはおじに、あたる。リートリンゲンに生まれ、同州、バート・ザウルガウで育った。1965年にアビトゥーは合格。軍人にならなかったら故郷で国語化歴史の教師になっていただろうと述0している。家庭裁判所裁判官の夫人との間に三男次女。 息子の一人は自殺した。ありがとうございます。